前受け北日本、2番高木翔、切れ目3番手5番川上、そして赤番杉動く3番小池千秋、今2番高木翔の後ろまで車を進めてきまして、この時1番作田義明がマークの位置取り切って、4番塚本勝志今3番手となりました。抑え先行で3番小池千秋、そしてジャンスギ追い上げて4番塚本勝志、番手線内外今度は入れ替わりましたが、1番作田がさばく、4番塚本3番手再び降りる位置を狙いますが、7番岩佐博光は今3番手主張の構えで4番塚本交代です。残り1周回、6番手2番の高木翔の体勢、ここからスパート開始、3番小池千秋2コーナーでぐんとペースが上がりました。取り切った1番作田が番手の位置、7番岩佐変わらず3番手、そして最終バックを通過して2番高木翔が強烈な加速で前と迫るが、今4番手です。先頭3番小池千秋後がかり、後ろ1番作田が追い込んで、それに迫ってくる7番岩佐と大外2番の高木翔追い込んだが、3番小池千秋か小池千秋か降臨、3番小池と外1番作田義明、最後は並んで入りました。